僕から行くよ。僕のターン。僕は手札からプレデタープランツセファロタスネイルを召喚。僕はこれでターンエンド。俺のターン、ドロー。マジックカード天使の施しを発動。デッキから3枚のカードをドローし、その後手札から2枚捨てる。俺は手札からマジックカード融合を発動。デーモンと合体させる。悪魔竜。セファロタスネイルのモンスター効果、戦闘破壊を無効にし、僕が受けるダメージも半分になる。俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。僕のターン。手札からプレデタープランツ鉄砲リザードを召喚。マジックカード融合を発動。僕はレベル4のセファロタスネイルにレベル3の鉄砲リザードを融合する。魅惑の香りで虫を誘う二輪の美しき花よ、今一つとなり、その花弁の奥の地獄から新たな脅威を生み出せ。融合召喚。現れろ、飢えた牙持つ毒竜レベル8、スターブベノムフュージョンドラゴン。スターブベノムフュージョンドラゴンのモンスター効果、ターンの終わりまで相手フィールドの特殊召喚モンスターの攻撃力の合計、このカードの攻撃力に加える。何？リバースカードオープン。融合解除。融合モンスター1体を分裂させ、このターンの攻撃を無効化する。鉄砲リザードが墓地から特殊召喚したとき、1枚ドローできる。僕はカードを1枚伏せてターンエンド。俺のターン、ドロー。俺は伏せカードを2枚セット。マジックカード天よりの宝札を発動。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く。浅すぎた墓穴発動。このカードにより互いのプレイヤーは墓地からモンスターを1体守備表示で召喚する。レッドアイズブラックドラゴン。城之内君から預かった魂のカードが。だがお前は召喚できるモンスターが墓地にいない。俺はマジックカード蜘蛛の糸を手札より発動。ワンターン前に相手の墓地に送られたカードを1枚自分の手札に加えることができる。俺はマジックカード融合を発動。これがレッドアイズの可能性だ。まだ終わらない。トラップ発動リリキュルワールド。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力は100アップする。これにより元々の攻撃力以上になったモンスターはこのターン攻撃できない。何？ターンエンドだ。僕のターン。
僕はマジックカード融合を発動。マジックカード魔法移しを発動。この時点から3ターンお前のモンスターを封じる。なんだよマジックカード融合。天下より暗黒騎士ガイアとカーストオブドラゴンを融合し、竜騎士ガイア召喚。そしてカードを1枚伏せてターンエンド。俺のターン、ドロー。永続トラップ、ダークシードプランター発動。相手フィールドのモンスターは全て闇属性となる。なぜ竜騎士ガイアの攻撃。そのモンスターが僕のフィールドの闇属性モンスターを攻撃したとき、何？俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。僕のターン。僕は手札からマジックカード融合を発動し、僕はレベル4のセパロタスネイルにレベル3の鉄砲リザードを融合する。魅惑の香りで虫を誘う二輪の美しき花よ、今一つとなり、この壁の奥の地獄から新たな脅威を生み出せ。融合召喚。現れろ、飢えた牙持つ毒竜レベル8、スターブベノムフュージョンドラゴン。スターブベノムフュージョンドラゴンのモンスター効果、ターンの終わりまで相手フィールドの特殊召喚モンスターの攻撃力の合計、このカードの攻撃力に加える。六芒星の呪縛。六芒星の呪縛を受けたモンスターの攻撃は無効。攻撃力が700ポイントダウンする。永続魔法手法連射を発動。敵からレベル4以下のプレデタープランツコーディセプスを墓地へ送る。これにより相手プレイヤーに300ポイントのダメージを与え。なんだと。相手モンスターの攻撃力を600下げる。僕はカードを1枚伏せてターンエンド。強い。俺のターン、ドロー。手札から強欲な壺を発動。デッキよりカードを2枚ドロー。さらにマジックカード、死者蘇生。ブラックマジシャンガールを召喚するぜ。俺は手札からティマイオスのマナコを発動。ブラックマジシャンガール、ティマイオスと合体。新たな力を覚醒せよ。いでよ勇気士ブラックマジシャンガール。手札からマジックカードサイクロンを発動。このカードは場のマジックトラップカードを1枚だけ破壊することができる。勇気士ブラックマジシャンガールの攻撃、ブラックドラゴンバースト。これでサブベノムを破壊した途端、効果が発動し、すべて破壊され、その攻撃力分のダメージを受け、君は破れ去る。バカな。クリボー。手札からクリボーのカードを捨てることにより、プレイヤーへのダメージをゼロにする。くそー。クリボー、お前のおかげで助かったぜ。いいね、面白いよ。これで俺のターンを終了するぜ。僕のターン。そして永続魔法ブルータープランターを発動し、そして効果発動。墓地からプレデタープランツ効果を無効にして特殊召喚。
バトルだ。僕はカードを1枚伏せてターンエンド。俺は信じる。自分のデッキを最後まで。俺のターン、ドロー。さらに手札から復活の祭壇を発動。デッキの上からカードを2枚取り除き、自分の墓地からカードを1枚手札に加える。マジックカード天よりの宝札を発動。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く。モンスター回収カード。場に出ているカードと手札を全てデッキに戻しシャッフル。そして新たにカードを5枚引く。ダブルマジックを発動。マジックカードを1枚捨てて相手の墓地から1枚選択し自分のカードとして使う。さらに融合を発動。ブラックマジシャンとバスターブレイダーを融合。ブラックパラディン。ブラックパラディンの攻撃力は互いのフィールド、墓地にあるドラゴン族モンスター1体につき500ポイントアップする。何？超魔導ムレーザン。僕は手札からプレデタープランツドロソフィルムヒドラを墓地に送り、速攻魔法超融合を発動。超融合は自分フィールドのモンスターばかりでなく相手フィールドのモンスターを融合素材にできる。何？バカだ。超融合の発動に対し全ての効果は発動できない。飢えた牙の届く竜よ、奈落へ誘うかぐわしき花よ、今一つとなりて思いのままに全てを貪れ。融合召喚、現れろレベル10グリーディーベノムフュージョンパワー。ターン終了だ。僕のターン。この瞬間僕は永続魔法プレデタープランターのコストで800ポイントのライフを払う。僕は手札から永続魔法アイビーバインドキャッスルを発動。これであんたのフィールドに存在する全てのカードの効果は無効になった。モンスター効果もマジックもトラップも。何？それだけじゃない。この永続魔法が発動している限りあんたのモンスターは攻撃できないし、これから先ターンが来るたびにあんたはモンスター1体につき100ポイントのダメージを受けることになるんだ。トラップカード発動。砂金の王冠だ。このカードは相手のマジック、トラップカードを1枚破壊する。そして効果発動。墓地からプレデタープランツ効果を無効にして特殊召喚。装備魔法プレデターグラフト発動。墓地にいるプレデタープランツ1体を特殊召喚しこのカードを装備する。鉄砲リザードが墓地から特殊召喚したとき1枚ドローできる。出てこいレベル9アンティークギアリアクタードラゴン。僕は手札からマジックカード融合を発動し、僕は手札からアンティークギアゴーレム、アンティークギアガジェット、アンティークギアワイバーンの3枚を墓地に送る。融合召喚いでよレベル10アンティークギアアルティメットゴーレム。リバースカードオープン。永続トラップ一族の掟。このトラップカードにより選ばれた種族は攻撃を封じられる。何？行け、ダイレクトアタックだ。行くぜ、リバースカードオープン。リダクションバリアを発動した。このカードは戦闘で受けるプレイヤーのダメージを10分の1にする。くそー、僕はこれでターンエンド。俺のターン、ドロー。マジックカード早すぎた埋葬を発動。
ライフを800払い、墓地からの特殊召喚、暗黒騎士ガイア攻撃強靭。俺に力を、レジェンドオブハート。1000ポイントのライフを払い、場の戦士族モンスター1体を生贄に捧げ。特殊能力は場のモンスターと合体し新たな存在となる。俺たちの絆を合わせた力が今新たな未来を開く。究極融合召喚、無限を超える力を得よう。合心竜キマリウス。負ける。俺の勝ちだ。